Cチャンネル。はい、どうも皆さん、こんにちは。CチャンネルのCちゃんでございます。今回リアクションするのは、いやー、来ましたねー、サトシー。Quand t'es venu dans la rue inconnue。皆さん見ましたか？ファーストテイクのチャンネルの松本里香さんですよ。目指せポケモンマスター。これは素晴らしいですよね。何度も何度も言わせていただきますけど、僕の地元北見、北海道北見市ではポケットモンスター入ってませんでした。なのでこちらを僕はリアルタイムではポケモン見てないんですが、やっぱり見てなくてもポケモンはもう全世界で愛されてるアニメなので、僕の北見でもね、歌はちゃんとこう僕は聞いてましたよ、昔から。ということで今日もリアクションを元気にしていこうと思います。 Cチャンネル。さあ、ということで早速見ていこうと思いますよ。もうこれ松本里香さんってさ、サトシの声を やってるわけでしょ、うん、やってて主題歌も歌ってるんでしょ。これって激アツですよね。これアニメで言うと激アツじゃないですか、このタッグっていうか。それでは見ていこうと思います。ワクワク、ドキドキ、誰か買ってくんねえかな、このまま。もうその誕生日なんだけど、楽しんでいきましょう。あ、これいいですね。不思議だね、人影。うわ、懐かしい、ゼニガメ、かわいい。ピカチュウでかすぎない？もう知らないポケモンいるよ、左。うわー、よっしゃ、松本里香さんじゃん。なんかやっぱこう熱いね、こう横のね、ここがポケモンゲットだぜ。いや、ほんすごい、何匹ゲットしたか分かんない。もう俺らの知ってる中で151匹で止まってますから。今ポケモン何匹いんの？そう、ポケモン数今は809匹のポケモンをゲットすることができると。全部言えるんだろうな、今の子供たちって、マジで。うわこれ、うわこれバイオリンで出してる、この音って。うわ、この声ですよ。やっぱこのアニメの主人公の声っていう感じの声優さんの声質してますよね、やっぱね、松本里香さん。俺ね、すごく尊敬するのはね、男性役じゃないですか、サトシ、うん、でもそれをやっぱこう女性の方がこう力強いヒーローみたいな声でやるっていうのが俺すごいやっぱ好きなんです。めちゃめちゃ好きなの。夢を抱ける声ってわかるかな？アンパンマンとかもそうじゃない？ね、戸田恵子さんとか。アンパンマン！いいんですよ。爆音。ゲーとかね、もうこう、いや、年を重ねていく。レベルアップしてる。このストリングスがいいですね。これ今ちょっとかすかに聞こえたピカチュウは全然元気ないピカチュウだったけど大丈夫かな。あんまりこう主張しない感じです。ああ、まあ松本里香さんをやっぱ立ててね、うん、やっぱこう、もう大モンスターですからね。いや、かっこいい声してんな。いや、ちょっとコーラス隊どうした？コーラス隊がもうホイットニー・ヒューストンのコーラス隊なの。おかしいおかしい、これはマライア・キャリーとか。まあでもこのコーラス隊に負けないボーカルですよ、うん、松本里香さん、マジで。こういうとこね、このいつもいつでもっていうさ、苦し紛れに出すとこっていうのは、このやっぱ長年こう重ねてきてるからこそやっぱ生まれるものだと思いますよ。普通に歌ってたっていつもいつでもって言うじゃないですか、昔の松本里香さん。でも今うわっっていうのがね、これはね、こう旅をねしてきてるね、このね辛さを分かってる歌なんですね、これね。これ博士ね、このモンスターの、ね、声がいいですね。泣けるね。うわ、ここ、これ。専門学校の先生もやってたこれよく。これアレンジいいな、最高だな。森の中、土の中、
コーラスいい。ストリングス反則じゃないですか。さっきからすごいアレンジ加えてきてるよ。すごく。このやっぱさ、ちっちゃい頃聞いてた時は、まあ、かっこいいだけで聞いてましたけど、このやっぱしっかりでピカチュウと旅してるサトシの旅の中でいろいろあるじゃないですか。やっぱピカチュウとぶつかり合ったり、多分仲間割れしたりとか、そういうのをやっぱ松本里香さんもサトシをやってるからこそ、こう同じこう苦しみを分かち合ってこうね、時間を経過してるっていう何かこう感じますよね。その時間が感じるな。これだからこの曲がいいんだよ。言葉が染みますよ。ほらこの友は明日の友。やっほーこの海外の方がポケモンマスターって言ってるのはちょっとね、あれですね、すごいんだから。かっけえな。うわあ、これこんなドラム違う。やるーの今聞きました。もう一回聞きましょう。ここかっこいいから。なってる、なった人が言える。ベースの人はやっぱリストバンドしてるな。なんかこういう、まあ昔からのシンガーさんとか歌手の方って、まあ歳を取るごとに、どうしてもこの、まあ癖がこう出てきたりとかして、昔の方が良かったとかよくあるじゃないですか。でもなんか、この松本里香さん、確かに昔とはちょっと違う歌い方してますけど、昔よりも俺好きかもしれないです。確かに。うん。やっぱロックな感じが出てる、すごい。はい、ロックに近い、目指せポケモンマスターな感じがしますね。ロック好きからしたらたまんない、目指せポケモンマスターの歌い方してる。すごく。あとここの歌詞最高。ラスボスじゃん。ラスボスだよ。絶対入んないよ、マスターボールでも多分。うわうわぁ XJAPAN の年超えました。すごい、最後のシャウトやばいよ。これ絶対なってやるってかっこよすぎでしょ。いやーかっこいい。これきつくてこうなってるわけじゃない。歳もこう乗るよね多分。いやーかっこよすぎる。これはすごい。かわいいして我が。うわこの声サトシやん。うわもうさ、その深いこと言わない。楽しかったが音楽でございます。これはさ、またこう新しい未来に向かうっていう、なんかそういう力をもらえますね。なんか振り返ることよりもやっぱ明日、明日生きて、生きてこうぜっていう、なんかそういう力強さがね、
すごいこの松本梨香さんの恋には俺はあると思いますよ、ものすごく。ポケモンがあのサトシの旅が終わったんですか。そうです。ずっとでもサトシはじゃあ旅してたんだ、俺らがあの小学校の時から。わあすげえな、長旅だったな。サトシお疲れ、ピカチュウもお疲れだよ。いやということで今回は、ザ・ファーストテイクの、サトシ CV 松本梨香さん、目指すポケモンマスター with my friends ザ・ファーストテイクでした。これはですね、まあ、僕もね初めてではなかったです。もう何度か見させてもらいましたけど、これだけ何度見ても新鮮なリアクションができるというか、何度聞いてもまた違う良さが味わえる歌声だと思いますので、皆さんもぜひともこのザ・ファーストテイク松本梨香さんの目指せポケモンマスター聞いてみてください。そしてまだまだ C チャンネル登録してないそこのあんた、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。僕もポケモンマスター歌ってますので、ぜひともそちらも聞いてみてください。よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ、サトシー。 C チャンネルご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくね。よろしくねー。